声低いんすよ。マジでかっこいいなと思って、ギャップが成熟が早いですからね。さあ出てきました、クリス CCH はさくら、そしてプロトタイプはホンダ、今回カッパコースではありません。さくら対ホンダってこれどうでしょうね、うまいなこれとか言ってたらいきなりプロトタイプの、いや攻めうまいっす、うわうわガン攻めが機能している、機敏に動いてクリス CCH の体力を半分ほど溶かしたこの力士プロトタイプ、ここで下がられるともう結構きついんですよね、ホンダに。そうですよね、しかし飛びを通してくる、確認もバッチリ。なんだこのホンダは、やはりパンクを落とした男は伊達ではない。つえダメージをある程度取ったらお仕事終了で下がっていくんですよね。さて取って、これは確定ですね。そんなことができてしまうのか、相打ち。ホンダといえば弱頭突きにね、さくら弱系が確定取れるんで、あそっか、結構嫌そうなイメージあったんですが、その部分を結構急に出す頭突きが機能してるんですよね、うん、やっぱ前歩きに急に頭突きくるとどうしても反応が遅れて食らってしまいますからね、うん、合計3連発 EX100 巻も潰した、投げさせてから勝負を、おーし、なるほど、なるほど、ホンダの爆捨てが遅すぎて、投げに爆捨てで避けてもと、あれが不利を背負ってましたね。どういう動きをするか、張り手堅実やな、堅実に堅実に張り手のダメージで削っていきますか、うん、これねホンダの投げ前がね思った以上に広くて、あそうなんですね、そうこれやばいぐらい広いです、ベガぐらい、あベガぐらい、それは結構あれですね、長いです、投げ誘いを吸っちゃうやつですね、うん、さあしかしクリス CC は使うさくら、歩き速度が速いので十分に離れてからの投げ誘いを狙っています。さあずっと有利、やばいやばい、閉じ込められるとホンダといえどもひとたまりはありません。そしてヒット発動からどこまで減る、若干残るが2択、ここで来ました、連続張り手、神ヶ島の時間、ごっつぁんですよ。さあ体力リードはまだできていません、副音声が入ってる、はい、出たよ出たよ、それをねホンダの声が聞こえてきたと思ったが、その流れを断ち切る中足暴れ、1セット取ったのはクリス CCH、 いやでも最初の攻めとかちょっと脅威でしたね、ホンダ火力自体はあるんで、これはい、あれですね、スキル1トリガー1っていうのがなかなか、続きの方だ、ホンダですか、飛びにはいいんですかね、火力を出す意味でも、そうですね、スキル2ですよね、スキル2であのトリガーが1、うん、鬼無双かなりプロトタイプは使って、その先日の、パンク戦でも勝ち上がってましたよね、多分鬼無双が得意なキャラなプレイヤーなんじゃないですかね、でも画面がじきつやな、そうですね、出来技ないというのは苦しいが、ジャッキーから前捨てラインを上げていきます、上通るが右下、プロトタイプのトリガーがたまりました、これですね、ここからワンチャン火力を、そうですね、ヒット発動は大幅なダメージになります、これガードクラッシュギリギリで使わないという判断、最大ダメギリギリなかったという、おーい、しかしやはりホンダが接近したい、歩きたいというところに長い中足が置いてある、もう付き合いませんよみたいな感じで、あのね、防御の方も割り切ってますね、押し返してますね CCH、まあ、桜の中足そこまで長くないらしいんですが、まあ、やはりホンダが近づくにはその中足の周りに入んなくちゃいけないんですかね、足も速いですからね桜は、そうですね、さあ終始プロトタイプが画面端に追い込まれる展開が増えてきました、これになるとホンダきついですからね、ここはね、敵技は CA しかない、アーマー技も3フレから少し防御が心もとない、さあ執拗に執拗に CCH が攻めてくる、そうここはすげえ必要のない昇竜で分からせに来たが、ここはダメ、発動からどこまで減っちゃうんだ、おっとおっと、ここはダブルアップ、そしてガードクラッシュは狙わない、ああ相打ち、対空を狙いましたが、それでもさくらのジャンプ強肩下に強かった、これでスコア2対0、クリス CCH リード、ちょっ
と。きつそう。本田さんこれきついですか。きついですね。なんか本田さんがいた。本田さんが主にきついと思います。ありがとうございます。なんかやっぱわざとガードクラッシュ前で出すことによってカウンター狙いたいんですけど、しっかりガードしちゃってますよね。そうですね。ただ続投しますか。ノータイムで続投ってのは結構意外でしたが。かなり苦戦を強いられているように見えるプロトタイプの本田。いやどういう打開策を見つけるのがベストなのかな。これはちょっと歩きで近寄れないし、向こうの方が歩きも速いしという状況ですからね。うん、これうまいですよね。悪天があるのはあくまで状況限定なんですかね。あゆしりつ EX 100巻ですごい切り返す。張り手の連続で体力ゲージを削っていきます。超ここはバックステガイのルート高すぎる。ずっと浮いてた。空中コンボ炸裂。これでクリス CCH がマッチポイント。プロトタイプは土俵際まで追い詰められました。あれですね、置き攻めやっぱりすげえ読み勝ってますよね、クリス CCH がね。はい、あそうですね、リターンが高いですよね。高いっすね。投げ誘いバクステガリ。いやーこれは左右サブル揺さぶる。そのままなるほど、 EX100 回にも答えを持っている。桜の雨、桜が降り注ぎます。そして投げ、なるほど、背負い投げでフィニッシュ。スコア3対0、勝ったのはクリス CCH の桜。おめでとうございます。お疲れ様でした。いやでも本来本当の相撲でもあんだけ倒れてたら負けですけどね。いやそうなんですよ。7なら100巻落としやった時点で負けです。負けてますから。